この事件はおととしから去年にかけ熊本市南区役所の元職員が当時職員として担当していた生活保護受給者3人から通帳や印鑑のほか現金およそ760万円をだまし取ったものです元職員は今月6日熊本地裁から懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されています これを受け、熊本市は再発防止のための検証委員会を立ち上げきょう最初の審議会を開きました委員は弁護士や大学教授たち5人で会では市の担当者から生活保護業務の現状や今回の事件の概要などが説明されました市によりますと委員会は今後事件までのいきさつを検証し再発防止策についての意見をまとめた上で報告書を市に提出するということです